続いては新型コロナウイルスの今日の感染者についてです。今日県内では七人の感染が確認されました。このうち二人はクラスターが発生した名取市の中学校の関係者です。今日新たに感染が確認されたのは仙台市で五人。名取市と多賀城市で一人ずつの合わせて七人です。このうち名取市の十代の女子中学生は。クラスターが発生した名取市立第一中学校の生徒です。 また、今日感染が確認された仙台市の感染者5人の中にこの中学校の関係者がいるということですこれでこの中学校の感染者は合わせて10人となりました多賀城市の40代の男性会社員の感染経路は分かっていませんこれで県内の感染者の累計は995人となりましたそして仙台市では午後7時から記者会見を開き 感染が確認された5人の詳細を説明する予定です。